インドネシアを訪れている岸田総理大臣は、このあとジャカルタで開かれる ASEAN 東南アジア諸国連合の関連イベントでスピーチします。デジタルや電力の安定供給などの分野でも支援を強化する方針を表明する見通しです。日本はこれまで ASEAN に対して、特に港湾や鉄道などのインフラ整備で積極的に支援を続けてきましたが、岸田総理は ASEAN 関連会合のスピーチで、デジタルやサイバーセキュリティ、電力の安定供給などについても支援を強化する方針を表明する見通しです。さらに、こうした分野の人材育成についても取り組みを拡充し、ASEAN との関係強化につなげたい考えです。今年は日本と ASEAN の友好協力50周年の節目の年で、岸田総理は12月に東京で開かれる ASEAN との特別首脳会議に向けた協力も呼びかける見通しです。